こんにちは。今日はリチウムイオンバッテリー使ってるとどうなるか、スマホなんかをね、長く使ってる人、ちょっと画面のところが膨らんできちゃったなと、画面の後ろね、あると思うんですけど、バッテリー古くなっていくと膨張してきます。これ左側の新しいバッテリー、右側が、古いバッテリー、4年ぐらい使ったバッテリーなんですけど、分かりますでしょうか。こうね、膨らんで、この辺か、膨らんできてですね、この辺が浮いちゃってます。浮いてもね、こう厚みがちょっと違う感じですね。で、この新しいバッテリーだと蓋ピタッと閉まるんですけど、古いバッテリーでその元々の機械の方に入れるとね、蓋が浮いちゃってはまんない、こういう状態です。で、これポケット Wi-Fi、 海外で使えるポケット Wi-Fi なんでね、当然飛行機に乗るんで、まだこの程度の膨らみならきっと大丈夫なんでしょうけど、万が一ね、発火したらもう旅行どころじゃなくなりますんで、念のため新しいバッテリーに買い替えました。で、新しいバッテリーとこういうふうにピタッと閉じます。で、輸出でね、バッテリー扱ってて、これ運んでいって、でもしもね、輸送中にこれ発火なんかしちゃったら、副業で儲けましょうとかね、本業並みに儲かりますというところではなくて、多分ね、何十億という、ね、損害賠償来てもおかしくない事態になりますんで、絶対このバッテリーは扱わないというのをね、徹底してください。